よっしゃ、いただきます。あー、うまっ。めっちゃフルーティーで美味しい。お、すごいな。やばい、やった。何、だいぶ火がこれてきたね。どうですか。熱い。熱い。買いましたか。買ってません。買いましたか。あれ、買ってない。うん、いや、使ってるでいいか。もうね、火がね、落ちてきたので、だいぶ蒸しやすくなりましたね。めちゃめちゃ熱かったのかな。あ、ここも YouTube であれやな、やってたな。あ、綺麗な。ありますね、これは天の木です。帰ってみよう。ありがとう。もうすごい、いい雰囲気やな、なんか。近いところだよ。普通ってさ、イブみたいなのって治るの？いや、痛い足。成長痛の痛さと、歩いてきた痛さ。しっぷない。え、これじゃそんなに痛いの？熱い。熱い。すっごいいい雰囲気やね。あ、この辺が、あ、そっか、ビレッジの近くか。ビレッジ、ああ、いいな。おお、ここが。さあ、今日の目的地、石垣島焼肉10円ここにも貼ってるよ。さあ、何しようかな。最高。ナンバーワン。最高。お酒みたいね。
最高でした。もうやばいね、ほんま最高やわ。超おすすめ店やな。楽しすぎる。パパで、パパで、あの大工来るまでに1時間ぐらい時間があるので、カラオケに行ってきました。まさかのカラオケ。すげえ直して、こっちこっちこっちやね。こっち。どうでした？満足やろ。面白かった。どうでした？面白かったな。今入るときって。めっちゃ曇ってるわ。なんで？さあホテルにね戻ってきました。焼肉食べてお酒飲んでね、お酒行ったんでね、最後大根ドライバー読んでね、はい、今無事に帰ってきました。めっちゃ空気効いてるやん、最高。はい、お風呂上がりました。もうね疲れたね、今日は野球あー、疲れた。野球こんな感じです。めっちゃ広い。あのダブルベッドをねくっつけてくれたみたいで、今春の今お風呂入って、はあ、疲れたね。疲れましたね、今日は。よし、今ちょっとゴロゴロして、明日は海やね。明日は海やね。ね、またね、ゴロゴロして寝ましょうか。うん、you